しいな。楽しいわね。あ、ほら見て。あ、すごい。マジ綺麗。本当だ。奇跡だよな。何が？星が見られるなんて、こんなに近くで。うん。星って近くで見るとこんなにゴツゴツしてるもんね。それもそうだけどさ、お前とこんなに近くに見られるってことがさ、小林くん。異常はないか？ありません。進路はこのままダスト星に向かって直進直進。イエスサー。いよいよ敵の根城は近いぞ近いぞ。船長、しかし目的地まではあと数日かかります。お休みになられた方が。大丈夫だ。いつ敵国の奇襲があるかわからんからな。しかし肝心の作戦決行当日に体調を崩されては困ります。奇襲の際には速やかにご報告します。わかっている。お休みになられた方が。大丈夫だ船長。大丈夫なのだ。船長は今回の作戦並々ならぬ気概を持って臨んでいるんですね。何しろ人類史上初の宇宙戦争だからな。それにこれぐらいの気概を持たせば君たちも私の後に続いてくれないだろう。いや、そんなことは。背中に語らせてくれ。船長の熱い気持ちは十分に伝わっていますよ。簡単には伝わらないんだよ。え、ゴミ拾いをしていたらさ。ゴミ拾い。私たちの地球を守りたくて毎日ゴミ拾いをしていたらさ。みんな私の背中を見て後に続いてくれる、そう思ってたんだよ。ああ、地球を守る仲間が欲しかったんだよ、ゴミ拾いを通じて。そうなんですか。他の環境団体さんと分かち合いたかったんだよ、ゴミ拾いを通じて。そう。しかしうまくいかなかったんですね。いや、いつ活動するのか告知しようにもみんなに言って回るのは恥ずかしいじゃない。意識高い系とか言われそうだし。船長、一人で黙々とやるのもいいんだけどさ。私はただゴミ拾いの場を広げたかっただけなんだ。それが必ず。今は死がない宇宙船船長というわけさ。船長、ブルーシップでできたのに。ゴミ拾いや環境活動をやってる人とやりたい人をつなげる日本初の環境イベントポータルサイト、ブルーシップ。ぜひご活用ください。